お兄ちゃん。ああ、食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね。あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え、シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味音痴なんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。お兄ちゃん。あれで終わったわけじゃない。俺はまだモナドを握らなければならん。